皆さんこんにちは。原爆の図丸木美術館の岡村です。今日は5月5日丸木美術館の56周年開館記念日です。新型コロナウイルス感染症の影響でここ2年ほど対面でのイベントは控えておりましたが、今日は3年ぶりに多くの方においでいただいてイベントが盛り上がるのが楽しみです。この間丸木美術館は、古くなった建物を新しく今の時代に合わせて変えていくために、様々な募金活動を続けてまいりました。今日は新たに加わっていただいたお二人の建築家においでいただいて、丸木美術館の改修に向けた思いを語っていただきます。それではお二人ご紹介いたします。 YS アーキテクツの西賀英二郎さんと八木かなみさんです。西賀英二郎と申します。八木かなみと言います。丸木美術館はこれまで様々な増改築を繰り返してきました。私たちは設計にあたりその調査から始めています。その中で発見した様々な面白いところや魅力というのをうまく引き継いでいくような設計をしていきたいと思っております。そういったその考え方やアプローチについて今日はお話をしたいと思っております。よろしくお願いします。原爆の図保存基金は、丸木美術館の改修計画、それから、原爆の図そのものの保存修復を目的にした募金活動です。これまでにも国内外本当に多くの方に、ご協力いただいています。ありがとうございます。これからもう少し皆様のお力を借りながら、目標達成に向けて頑張っていかなければなりません。どうぞこれからもご支援ご協力をお願いいたします。